はようございます。おはようございます。今日はなんとおまけ動画です。動画のストックが足りない時に出る、はい、年末はちょっと多めでいこうということで、はい、おまけ動画です、はい、あ、じゃあこの前、はい、あのこの前ちょっと前か分かんないけど、タイに私もちょっと別件の仕事で行ってきて、うん、でその時にあのゴルフ場を連れてってもらったので、そのゴルフ場を紹介する動画をただ自慢します、うん、なるほど。こういうとこ行ってきたよ。しかも前回のゴルフ場、私たちが行ったとことは違うとこに行ったんですよね。多分行ってきた、うん、ああいうなんかすげえとこじゃない。でもどっちもいいとこだった。リゴルフタイついてるんで、タイすごくタイのゴルフについて強いリゴルフといえばタイみたいな感じになってますが、まあ、こういうゴルフ場があるんだなと。で安いんですよ、だからそこも含めてさらに安い。安い。へえ。じゃあ早速行きましょう。はい、見てみたいと思います。はい、タイだけに。タイだけに見てみたい。皆さんこんにちは。今日はですね、撮れ高が足りないということで、突如出張先のゴルフ場にやってきたので、その模様をリポートしたいと思っております。ここはですね、サミットウィンドビルっていうゴルフ場です。ホテルとゴルフ場が一緒になっているところで、話を聞くとタイの財閥の人が作ったゴルフ場だそうです。施設が豪華すぎです。すごい、なんかすごい。ゴルフ場にマスクがあります。こんなの売ってんの？そうマスクするのタイでも流行ってるやつね。これちょっと買ってこうかなと思ったんだけど、しかもこれ男性じゃない？うん、ちょっと高いんですよ。え、でも私は3000するよ。え、マジで？うん、非常にゴージャスです。え、夜やったの？そう、夜9時に、あ、夜7時に空港に着いてそのまま来た。で、ここに宿泊したの。タイでナイターってあるの？あ、てかこう24時間やってる。すげえ。でも始まっちゃった。すごい綺麗じゃん、うん、これ最初のドライバー渡ってんじゃん。卵を選んだよね、ナイターだからね、カメラもね。確かに出玉が でいつもの通り、あ、こちょっとキャディーさんは一人一人渡ってんじゃん。右行っちゃった。でもうこういうからどこ行ってる行き過ぎちゃった。あ、いいじゃん、別に。すごいソロ、すごい風で。寒くないのこれ？タイはもうこの時で夜で20何度くらいなんで。あ、手引きだ、キャディーさん。いや、カートが600バースで2000円くらいで払うんだけど、それ頼まなくても大丈夫、手引きでも。左に池がありますが、大体110ヤードだそうです。風は右から左にフォローなので、右を狙っていきます。ナイスショット。地元の人、バンカーうまかったのにね。あ、止めるようになっちゃったからね、振り切れなくなっちゃった、うん、よくないね池がある。でこうね、あのタイってもすごい湿地っていうか水ばっかりなんですよ。もうその空港に来た瞬間から分かると思うんですけど、そのナイスショット。養殖してる、鯉みたいなのを養殖してる、なんか池みたいなのがたくさんあって、安全ですね、水が多いんで、池も多い、うん、確かに全部今のところ池が絡んで、うん、あれも、いろんなボール出るね、うん、もういいんだよ、来たばっかりだし。ハイネケンは、130バーツなのでまあまあじゃないですかね。はい、池が5リットあるパー3。キャディさんは140とおっしゃっていて、カ
風が強いので6番アイアンを使えって言われたんですけども、あ、キャディさんは7番でいいとカッコつけた私がここにおります。な、6番で言ったの自分は7番右向いてる、やばい、おい、当たってんじゃん。あの、ほら、右向いて左に打つ、これ私の打ち方、まあ、これね、体型や体型スピンアウトしてるから体がこうなっちゃう。セブンズ OK、 OK やね、ボールが若干埋まっとる、当たる瞬間気に出る、なんだって、うまいうまいって言ってんのかな。 OK、 ナイスパー。右の方がなんか安全そうな、また池絡み、左に、そう、全部じゃん、ティーショットが全部池絡みそんな左向いてないの。え、あれで多分ここの真ん中に落ちたんだよ、ほら、天ぷらか、これが悲しかった。じゃあノリで打ちます。そのまま行ったね。でも結構いるね、他の人たちも。日本人の人が 2,3 割、韓国の人が2割、あとは白人の人とかタイの人とか。あー、超えちゃったね。これ全部 iPhone で撮ってるの？そう、セブンプラスかな、10持ってなかったか、この時。イン、オン、あ、はい、ここはフェアウェイが強いのでサービスホールだと思います。ナイスショット、すごい、すごいいい声です。あ、わあ、多分これ道があるな、この葉っぱに当たっても多分あのピンまで行くと思うんで遊びで打ちます。ここの越えたいのかな、越えた越えた越えたけどバンカースーパー目玉直接打ってあの土手に当てる気持ちで低く打つ。ボール見てないね、見てない。これがいいね。でもさ、これ止めるのがダメなのよ。振り切るってこと？ここで怖くてもやっぱ振り切ることを覚えた方がいい。ちょっとあ、ダメだ。あ、でもナイスショ、ナイスショ、あ、見えちゃった。あー、いけ、はい、90ヤードです。何回これ、この前見たあれだと思うよ。あ、打ってるじゃん、当たってんじゃん。あ、あれ、これいいじゃん、ゴルフっぽい、ゴルフっぽい。でも綺麗だね、メンテがやっぱタイは。うわ、オッケー、よいしょ、池に向かって打って右に曲がるパターンでいきます。ナイスショット。残り60ヤードだそうです。本当は9番であのマウンドのとこ2回ランマウンドしたらこう行くからちょうど行くんですけど、クラブを間違えてサンドウェッジにしました。あこれこの前これあるあるだよね。球は右に曲がっていくと思うので前から転がします。あ、ナイスタッチ、行かないじゃん、なんでこんな弱いんだエル、うわぁ、ばっかり、さっきそこのぬかるみをぬかるみっていうか、そこを歩いてたらぬかるみだと知らずに足をはめてしまい、こんなことになりました。皆さん、これやめましょう。完全にハマっちゃってんじゃん、ってやばいじゃん、イケポチャしてんじゃん、自分も。ナイスショ、こういったよいしょ、あ、左行っちゃった。靴かわいいか、
怖がんない。なんかちょっとどっかこもろう今度。誰かも教えてもらおう。うん。いやバンカーは私が一番出るようになったから。うん、なんで私の教えてもらおう。本当に自信ある。あ、そう。だってあんだけ出なかったんだから。うん、確かに。もうそれが今バンカー来いやみたいな感じだから。はい、お疲れ様でした。でした。僕はですね全部で。7,4,5,3,6,6,9,7,7 と最後に叩きまくって53になりました。100はなかなか切れないですね。このコースは思ったよりもやりやすい。もう全部いい。このなんかわざと難しく作ってやる部分がすごい分かりやすくて、もうそこに打ってやるって気持ちになりますね。っていうかスライサーにはすごくいい。スライサー左打てばフィアーンつってもう絶対池入んないから、だいたい左に池があってスライサーを池に向かって打てばいいっていう、この気楽さ最高ですね。ラウンドフィーが2000円なんですよ。2000バーツなんですよ。だから日本円にすると多分夜1ラウンドで6000円で回れる。でキャディーフィーが400だとしたら8000円で回れるんですよ。多分カートフィー回して宿泊込みだともう多分2万いかないん で台空港から20分でしょ。超おすすめです。皆さんも来てください。タイに行った際にはなんとかだっけ、サミットウィンドミルゴルフクラブ。はい、じゃあありがとうございました。でもナイターできるって知らなかった。タイでご飯も美味しかったけどな。あの空港のに7時くらいに着いてここにも宿泊して、うんうん、そのままゴルフができるっていうところに行ったんです。で多分ラウンドも1万円かかんないと思うんだけどな。すごい綺麗、ホテルも綺麗だし、うん、ゴルフ場も綺麗だし、綺麗綺麗綺麗、すごくいい。でこのあと8時から、パタヤの方に行くことになったので、はい、8時半、朝の8時半にあのパタヤに行くと、踏むと思って5時半に起きてクラブハウス行ってラウンドさせてくれって言ったら、もうお客さんいていいよって言って6時スタートでラウンドした。今どうですか？した朝朝朝朝ハーフ同じとこハーフハーフで、それも多分5000円くらい でその時は、タイのおじいちゃん70歳くらいの人とオーストラリア人の夫婦と4人で回って、面白かった。なんか楽しかった。なんか日本のゴルフ場は高いとか、ここは近くていいよねとか、あと他にも面白いゴルフ場あるよとか、普通のゴルフの話をみんなでして、なんか国際交流してる感じになった。組み合わせ楽しいなと思って海外の人と一人で回ったからね。あ、一人で回ったの？そうだよ、一人で5時半から。マジ？で、スコアいくつだったんですか？スコアは、なんと7ホール目で携帯を落としたことに気づいた。え、携帯紛失しちゃった？紛失したの。はい。で、これ人のせいにしちゃいけないんだけど、ずっとキャディバッグの中に、なんていうの、写真撮ったりとかしてて、うんうん、入れてたら、キャディバッグやめないよ、カートに置きないよって言ってカートの方に置いといたらそのまま落ちちゃったみたいで、気づいたからキャディさんと一緒にもうちょっと出ますって言ってブーンって回ったけど見つからなくて、でクラブハウスに話をして見つかったら教えてくださいねって、まだタイにいるんでと言ったら、30分後にキャディさんとキャディマスターみたいな人が来て、見つけたって来て、よかった、よかったね。でどこにあるのって言ったら、あったのさ、カート道って言ったら、そうだよねとか思ってお疲れ様ですって言ってそう。もうでも iPhone なくすのもう4回目とかだから。じゃあ残り7ホールまでいくつだったんですか？よかったよ、だいたいボギーかくらいだったよ。おすごい。あのオーストラリア人と回るとね、気兼ねなく回れて、タイ人なんかあるんですか、そういうの。やっぱりある。やっぱ上手いとか、なんか違う国の人たちもなんか引っ張られていくじゃないですか。集中力が上がるっていうか、うん、だからゴルフ好きですね。ゴルフ行った朝から、朝から行ったということでですね、タイのラウンド、え、これだけじゃないんですよね。そう、もう一個あって、はい、もう一個ゴルフ場紹介する。ここはでも良かった。あの、泊まれるし、ゴルフ好きなだけ回れるわけでもないけど、まあ、6000円、多分1万ちょっとくらいでラウンドできて、やるんで、カートはその頼まなくて手引きでいいって言ってやれば、キャディさんだけなんで、まあ、多分1万バーツくらい全部でいけんじゃないのかな。いける。18ホール回れて、どう思う？うん、もうホテルもあってご飯も美味しくて、そうでナイターもできて、ナイターもできる、朝もできる、朝もできる、朝5時とかからできるとかね、激アツだよね。あったかいし、うん、タイってさ暑いじゃん。
暑い。だからこういう朝とか夜できたら楽しい。あの日がねそんな強くないからね、焼ける心配もないし、うんうん、はい、以上おすすめです。これはなんていうコースでしたっけ。ウィンドミル、サミットウィンドミル、サミットウィンドミルの紹介でした。はい、で次またね次回の動画が上がります。はい、タイパート2、次は名門コースです。はい、で皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、お願いします。コメントもねたくさん書いてもらえると嬉しいです。タイのゴルフはここがいいよとかなんかいろいろタイのこと教えてくれて、うん、僕まだバンコクにすら行ったことないんで、ね、またリンゴルフタイに行くこともあると思うんで、はい、タイの情報なども待ってます。バイバーイ。